はいどうもみなさんこんにちは、i t e a s l a b o です。<laughs> えっとですね、マイクロビットの使い方を解説しているこの動画の、えー、っとシリーズで、マイクロビットでプログラミングを勉強しましょうという話の第3回目かな。でえー、っと 条件分岐と当たり判定っていう話をですね、今回からちょっとやっていきたいのですが、えー、っと、まずはですね、簡単なプログラムを今回先に作っちゃってますので、こいつをお見せしましょう。えー、っと、スタートするとですね、ここにあのー、まあ、キャラクターがいるんですね。で、ここ右下ゴールです。ちょっとあの、違いが分かりにくいと思うんですが、一応この左上のがキャラクターで、右下のがゴール。で、このキャラクターをこの A ボタン、B ボタンで右左に動かすと。で、A と B を同時にす押すと、 このキャラクターが下に動くと。ほんで、はい。このキャラクターをゴールまで持っていくと、えー、ゲームオーバー。まあ一応ゲー,マゲームクリアですかね。まあとりあえずゲームオーバーっていう感じでやっておきます。で、このような、えー、とプログラムを、えー、作っていこうというのをやってみたいと思ってます。それではですね、えー、っと、ちょっとまずは最初から行ってみましょう。はい。はい。じゃ新しいプロジェクト作るとこから行きますね。 <laughs> 続いていきましょう。では、では、では。最初何からしたいんだっけえーっと、そうだ。変数でキャラクター作んないといけないですね。変数でまずはキャラクターを作ります。キャラクター。よいしょ。OK。で、キャラクターを作ると。とりあえず置いとこうかな。で、ゲームで確か、そうですね。えーっと、スプライトを作成するってやつがいるんですね。なので、変数から、このキャラクターを スプライトを作成。で、これを最初にやると。ちょっとずっとは避けときますね。はい。で、なんだっけあ、そうか。一番左上なんで、えー、っと、00ですね。はい。これで左上にキャラクターが出てくる。出てきましたね。おーし、オッケー。で、ほんで、次、変数でゴールを作りましょう。ゴール。よいしょ。はい。ゴールできた。で、なんだっけはい。 この変数ゴールにスプライトを作成して突っ込むと。で、場所同じだとあれなんで、えー、っと、44にしとけば、44なんで、一番下右下ですね、ここ、ほい、44。これでとりあえずキャラクターのゴールと、えー、っと、あ、そうです、ゴールとキャラクターが出来上がりました。ほんじゃあ次にこのキャラクターを動かすプログラム作っていきましょうね。よし、入力。 で、A ボタンが押されたら、えっと、ゲームから <laughs>、スプライトの X 座標を、スプライト、これですね。ごめんなさい。スプライトじゃなくて、今キャラクターだ。キャラクターの X 座標を、A ボタンなんでマイナス1ですね。マイナス1。そして、これを複製で増やし、えー、B が押されたならば、えっと、X 座標を、 今度はマイナスじゃなくて1増やすんですね、えー。右が増える方、左が減る方ですね。ほんで、A ボタンと B ボタンが押されたんであれば、下に動かすと。なので、上下は Y なので、えっ、ー、と、Y を増やせば下に行くって感じになりますね。ちょっと一回やってみます。えっ、ー、と B、B、動きますね。やったぜ。で、A、よし、動く。で、A プラス B。 よし、下に動く。いい感じですね。ほん、じゃあ次はですね、このままだとまだ当たっても何も起こらないので、えーと、ここからですね、当たり判定ってやつをやってみたいと思います。ここの論理、論理のところにですね、あの、もしなんちゃらならっていうやつがあるんですよ。ここです、話は。ほい。で、ずっとの中に、このもしなんちゃらならっていうやつを入れます。 で、これ、プログラミングではよく使うやつなんですが、えっ、ー、と、ここに真と偽というのが、えっ、ー、と、あるんですね。で、今度これ、細かく解説するんで、とりあえず今回はスルーしてもらって大丈夫です。で、ゲームのところから、えっ、ー、と、どれだえっ、ー、と、あ、あっ,あったあった。このスプライト何々が、えー、他のスプライト何々に触っているっていうのがあるんで、これをここに突っ込みます。ほい。これが当たり判定ってやつですね。えっ、ー、と、こっちのキャラクターが、 えっと、ゴールに触っているかどうか。で、触ってたら、このゲームとかからゲームオーバーがあるんですよ。ゲームオーバー。ほい。ゲームオーバーにしてやると。で、これですね。えっと、これが当たり判定というやつです。このキャラクターがゴールに触れたかどうか。よいしょ、やってみましょう。このキャラクターを動かして、ゴールに触れると、ドン。ゲームオーバー。で、このようなプログラムですね。 はいこれまあ簡単なんでとりあえずやってみましょう。ではでは今回の動画はここまで。